皆さん、焦点の時間でございます。ジムリーダーの皆さんはですね、俺は〇〇タイプ使いのバツバツなどを名乗ってください。私がですね、手強そうだなと言いますので、さらに続けてください。はい、ゾムさん。俺は虫タイプ使いのゾム。手強そうだな。行けフライゴン。ちげえだろ。地面ドラゴンや。はい、おシャーロンさん。私は格闘タイプのエイミール。手強そうだな。相手はリングバですか。とりあえずあのポケモンと戦わしたんだよ。素手でリングバに。そうやな。ガチグマじゃないところってやっぱエミさんも奥さんだろうな。ガチグマは勝てんと思ってリングバしまった。そうだよ。じゃあ、はい、ロボロさん。俺は仲間系がタイプのロボロ。使え踏めて。手強そうだな。過酷な〇〇している。はい、オーショピさん。俺はミスタイプ使いのチーノ。手強そうだな。グロマガが誤字だらけで読めないって言われるぜ。ミスタイプね。寝起きにチーノのブロマガ読んだらこれなんなんやろって 一瞬止まることそんなにノーバグル。こちらのブロマガの空欄をね、埋めてください。これ食費さんじゃないですか。そうですね。怖いか。僕このブロマガ好きやったんでお題にしようと思ってました。はい、シャロンさん。こんなブロマガでしたね。おえ味濃くね。これはそう。ちょっと待って。確かに。手書きすぎるわこれ。味薄い言うとんねんこっちは。味薄い言うとんねん。間違えた。じゃあはい。ショップさん。最近また一つメニューが増えたんですよ。えすごい。プリンってうまくない。これどうにかこれプッチン前に完成してんねんこれは。えちゃうねん。あのだから何回も言うけど、企業がすごいねんってお前は天才じゃないねん。いやプッチンできねえんで俺も。卵、牛乳、砂糖でゼラチン使ってできたらええかもしらんな。いや、プリンの材料なかったね、今。ほぼ材料じゃなかった。ロボロ、ほんま料理知らんな、こいつ。ほんまに怖っ。じゃあ、はい、ロボロさん。まあ、あの料理慣れてないですからね、うん、そういうこともあるかもしれない。なるほど。あ、そういう…あの、そういうこともあるかもしれない。突然の統治法にちょっと脳がバグった。確かにショッピーに油使ってほしくないかもしれない。油をレンジに放り込んでないやん。やばいな。油をレンジで放り込むってどういうことやねん。安いですよ。油をチンしたら天ぷらになるんちゃうんか。はい、うん、トムさん。ちょっとあのちょっとうまく改変できひんかったけど、うすうす多分ショッピーが感じてるというか、ショッピーに感じてるというか、はあ、んどういうこと。んうん、うん、あまあ、まあ、確かにあの、うん、そういうシーンは多いね。なんか理由通ってないのに嬉しい時あるもんね。なんかおかしくねって俺も言いながら思ってんねんけど。シャロン何やったっけ、昨日エミルなんで褒められとったんやったっけ。ちゃんとガードできんのうまいな。ユイさんめっちゃ上手かったね、ガンソルガード。俺そんな風にうまくできへん。ほんまに。おいやめろ、おいその嬉しそうなエミルやめろお前。